はい、マスオ TV です。皆さん、非常に重大な事件が起きてしまいました。それがこちらです。僕の愛する枝豆ちゃんが折れております。何が起きたのかどうぞご覧ください。ああ、もう俺の枝豆が、ああ大切な枝豆、ああ、もうやだよ。まさか、ここで一句思いつかないよ、もうマジかよ。今ね、風が強く吹いたんですよ。で、カーテンで引っかかって、これ復活するかな。無理だな。マジで何やってんのそれ。これ止めてあったところがさ、こう折れちゃったんだよ。折れちゃったの。あー、もうクソクソ、マジかよー。おいおい、ああめっちゃ散乱してっけど。いや、それよりこの枝豆の命が。大丈夫だよ、植物強いから。マサオより、だって折れちゃってんだよ。骨折れちゃったの。大丈夫だよ。ああ、もうどう折れてんの、どう折れてんの。茎がほら、ああくそ、マジかよ。他の2本育てれば。こいつまだ生き残ってる。こいつ、こいつもじゃん。あ、でもここらへん、ここちょっと折れてる、ほら。でもこいつ、ここ折れちゃってる。はい、残念なマサオさんでした。違う、残念残念とかじゃなくて、ほんともう体重計もやばいことな。どうしよう、やばいね、これね。取ってんじゃないよ。どうしよう、これ。そんなんじゃダメよ、ダメダメ。くそ。復活しないかな、もう。あ、今ポキって言ったね。もうダメだ、マスオさん。これダメ？マスオさん、ダメだ。ダメよ、ダメダメじゃないよ、もう。だってほら、ドラえもんも怒ってるから。よかったね、でもこれ崩れなくて。何が？パズルなんじゃなかったっけ。あ、パズルそこに転がってる。ドラえもんさん、かわいそうに。でもこいつ、あれだね、こいつは、俺てっきりこいつがさ、分解されたのかと思ったんだけど、大丈夫なんだね、こいつは。そいつは大丈夫なの、強いから。ドラえもんすげえわ、さすがだわ。なあ、もうやだよ、枝豆。ああ、ショックだ。マサオくん、タイムマシン使うかい。ショックだ、ショックだな、ほんとに。あ、マサオくん、マスオくん、聞いて。ショックだー、ショックだー。聞けよ。俺ドラえもんの真似してんのに聞けよ。ショックだー。あいつダメだよ、ドラえもん。ショックだー、ダメだこれ。あー、もうどうしたらいいんだろう、これ。マスオくん、タイムマシン使うかい。ちょっと、じゃなくてさ、これもう無理かな。マスオくん、ダメだと思うよ。ダメか、こいつもダメかな。はい、ということで、ダメ、ダメかもしれないです。これでちょっとまた数日見て考えます。ということで、マスオ TV でした。じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃん、じゃか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 、じゃんけんぽい、てん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 。これ放送できる。はい、マスオさんが掃除してます。寂しそうに。うるさいけど。最後の特典映像ね、これ。特典映像。寂しい特典映像にして。もうやだー。